クツワムシは、バッタ、メキリギリス科の昆虫。クツワムシに似ているが、羽は細長く、全境の側面に黒褐色の帯が上あつらに沿って、現れる。別名羽長クツワムシ。伊豆半島以南の本州、四国、九州、沖縄などのタリ島に分布。八丈島には、移入により分布。アジアの亜熱帯から、熱帯地域諸国。 北上していると言われ、1950年頃までは愛知県が北限。なお、横浜や東京湾岸のお台場でも最終例がある。しかしこれは散発的かつ一時的なものであり、単純に北上とは考えにくい。体長65から75ミリメートル。メスはオスよりも大きい。体は緑かまたは褐色。オスの前胸は靴は虫より広がり方が弱い。 発音機もやや小さい。また本種は足や触覚の体に対する割合が大きく、羽は丸みが少なく細長く、背面側の先端近くが緩やかに上にカーブし、へこんだように見える。個体によっては、羽の側面に現れる黒縁クツワムシより多く、大きい。特にメスで顕著。またメスの方が羽が長くなることが、 多くこうした個体は明かりに向かって飛翔してくることさえある。産卵管は、後ろ足大切の半分ほどの長さで上に、向かいカーブする。鳴き声も全く異なっており、ギーギーと前奏を数回繰り返した後、本奏は、ギュルルと長く引き伸ばす鳴き方をし、この部分は、ツワム虫の声に似たところもある。南方系種で、海岸や線路沿い、 土手などクツワムシよりも乾燥した日当たりの良い環境を好み、普通は混成しない。本種とクツワムシとが生息している地域では平地に、本種がクツワムシは産地に住む傾向がある。夜行性であり、日が暮れてから活動する。昼間クツワムシは根元近くで休むのに対し、本種は葉の上で足を広げ、じっとしていることが多い。食草はクツワムシ同様、 クズが主食であり、その他乾燥草原に生える、各種紅葉雑草から、低木の浜でを食べる。飼育下では、クツワムシと全く同じものを食べ、多少の肉食もするが、とも食いは、ほとんどしない。クツワムシより、褐色個体の割合が高く、緑色型として浮かしがい骨格の効果が完了した、個体であっても、日照量の少ない日陰や夜間での活動を続けると、 一ヶ月程度で褐色に変化してしまう。本州のものは6月頃孵化し8月頃孵化。初霜の頃には死に耐えるというツワム虫と同様の一生を送るが、南に行くほど成虫の生存割合は高まり、亜熱帯地域では冬を越して幼虫が孵化する頃まで生きていることも珍しくない。飼育下でも暖を取り十分な栄養を与えると1年近く生存することさえある。 やはりメスの方が長命になる傾向が強い。また成虫越冬可能地域では脱皮回数が異なると言われ、通常は5回なのだがこれより1から2回増えるという、ありがとうございます。